はい、皆さんお疲れ様です。お疲れ様です。ドミの部屋ということで、僕さんの、チャンネルの僕の部屋に、山須がゲストで出演させていただきまして、その流れでちょこっとこちらのチャンネルにも、出演していただいて、すいません僕なんかでよく、いや本当にもうなんすかね、もうやっぱ昔から見てる選手と絡めるって YouTube 最高だなって私も思ってまいや本当に、もう僕さんの俺ゾロとの試合がすごい好きで、もっと言ってくださいね。僕もあの試合がね、めっちゃいい試合でしたよね、1回2ラウンドちょっと危なくなるなって血尿出ましたからね、めっちゃいいっていう、すいません、ちょっとぜひ皆さんご覧になってください、いいめっちゃいい試合なんです。でちょっと自分も今日僕さんに聞きたいことをちょっと2つ用意してまして、1つ引退されちゃったじゃないですか、なんかその、まあ、言ったら言い方としては、まあ、一歩引かれたというか、今までもうライジン、フェザー級も絡んで、戦われてた中で、その引退をされて、もうちょっと一歩引いた視点から今のライジン、フェザー級を見るとどんな印象ですか？いやー、羨ましいなっていう、あの中にいたかったなって負けちゃったから入れなかったけどって感じですかね。一方、その引退されて格闘技業界にまだ携わってらっしゃるじゃないですか、で、なんかその引いたからこそ見えてくるところとかって、引いたからこそこういう絡みもできるじゃないですか。確かに、ね、そうですね。そう、引退したらやっぱしこう、いろんな人と絡める、はい、なんかやるかもしれない人と、あ、こいつと絶対会うなとか思ってもあんま話せなかったりするじゃないですか、なんでそういうのはすごいいいなっていう、あの友達の輪が広がってね。あ、そうですよね。もう僕もね、山下さんともこうなったから、ね、毎日飲み行っちゃうぐらいのね。いやですよ、復帰しないでください復帰して山下さん食われるみたいなのありますから、ね、なんでそういうのはすごい良かったかなと思うんですけど、ただ現役中は本当にね、悔いないようにもうやりきった方がいいと思うんですよね。どうせ辞める時来ると思う、自分もなんかちょこちょこやめ時ってどうすんだろうなっていうのは、もうまあまだ32ですけど、確かにやっぱ見た目的にはもう引退近い見た目をしてますんで、いやまだね、まだ大丈夫でしょ。いやー、なんかその何歳までとかも別に何も今のところ決めてなくて、それこそ自分茨城でずっと格闘技やってて、結構年齢が高いというか、皆さん40超えてもバリバリでやってらっしゃったりする人が多い。それこそね、川尻選手のところの、ね、あの人、櫻井選手、龍太さんとか、あと岩瀬さんとか、あ、そうだ、はい、みんなね、みんなもう、はい、僕ら世代ですからね、すごいですね。この人たち続けてる限り俺やめらんないじゃんっていうのは常に思ってますし、そんな言ったらもう僕なんか大石さん50, そうですよ、ね、50過ぎてまだ現役なんで、ね、まだやってらっしゃいます。本当は大石さんやめるまでやめれないって言ってたけど先にね壊れちゃってやめることになったんですけど、そうなんですね。いや、なんかそのやめた後の方のお話っていうのはすごいなんか興味があって、やっぱね、はい、本当にまあちょっと対応とかも変わってくるんで、ね、やめたら現役とやっぱ現役じゃない人って全然違うんで、やっぱやってる時はね、現役中はもう主役にいつでもなれるんで満喫してくださいよ。そうですね、本当になんか楽しめるうちに、楽しめるうちに、本当蚊帳の外になっちゃうんでね、やっぱしだから本当羨ましいですよ。青春でしょ。青春です ね, ね、はい、青春でいつまでも、現役中はいつまでも青春続くんで、はい、って感じですかね。ありがとうございます。話めっちゃ変わるんですけど、はい、自分タトゥー入った選手からやたら対戦要求されることが多くてあーってことはタトゥー入った人からしか来ないんだなっていう。いや、昔山津さんが尖ってた頃はちょっとこうクレイジーな感じするじゃないですか、はい、ちょっとで
やっぱし今キャラ変してなんか、はい、そのいい人キャラとかだと舐められがちでしょ。あ、まあ、そうですね、はい、誰でも彼でもお前違うだろってやつまで対戦要求してくるってことでしょ、ね、とりあえずドミネーターでいいかみたいな。そうですね、あの手頃な感じが今バンバン出てるんで、しょ、それちょっと腹立たしい思いしてませんか。いや、まあ、まあ、あの何でもいいから名前出されてる感じはすごいしてるんで、もっと俺に愛を持って対戦要求してほしいっていう気持ちはありますね。ね、ずっとね、はい、そういう思い焦がれて対戦とかじゃなくて、まあ、名前もあるしね、これちょっと、ね、ちょっと噛みついとけばいいかなみたいなのは、ね、ちょっと勘弁してほしいなって思いつつ、うん、ただやっぱタトゥーっていうものにちょっとそれだけ来られると、うん、ちょっと興味が出てきて、あ、入れます。いや、そういうわけじゃないです。いい、いい彫り師紹介しますよ。でも奥さんもやっぱ現役中もだんだん増えてらっしゃるじゃないですか。もうあのね、僕の体、桜田ファミリアもう完成はないんで、永遠にもう入れるとこなくなったら、あの裸になって、あれ、あいつラッシュガード買ったらしい、あ、入れ墨かっていう、そんぐらい入れたいんで、やっぱね、隙間をどんどんなくしていきたいっていうのが出てくるんで、まあ、そんな感じっすね。でも痛くないですか、ね、まあ、あのそれは修行だと思う、ね、はい、あ、そう、うん、かっこつけると思う、ね、あの、まあ、入れて何日かやっぱり痛いもん。あ、いや、もう擦り傷とかと一緒で、最初はこう絵柄とかが綺麗に残るためにこう練習をちょっとグラップリングとか控えるとかっていうのをやってたんですけど、もう途中からもう仕方でその日にその日にやってたんですか。とかは全然ダラっすよ。そうなんですね、うん、いや、俺入れてる人なんか毎回1週間ぐらいずっと休んでるね、最初は多分ね、みんなすごい気使うけど、もう全然、うん、あのでよく言われるのがお風呂行けないんじゃないかとかっていうのあるんですけど、はいはい、銭湯はね、はい、あの全然行けるんで、あースーパー銭湯とかになると、はい、あの行けなくなるんですけど、なんか昔ながらの、そうそうそう、あのね、ああいうのはこう差別がないというか、あの弱者に弱い弱者なんだかなんだか分かんないけど、そう、なんか最近ちょっとなんかそういうところの理解も進んでってる感じはします。いい世の中にはなってきてるんですけど、まあそのそこが悪い人がいるじゃないですか。やっぱそういう人がいるとあのイメージ悪くなっちゃうんで、その思いっきし偽善者してます、ね、いやいやでなるべく公共の交通機関使うときはこう出さないようにしてるんですけど、もう海外とか行ったらね、あ、そうっすよね、タンクトップなんならもう上脱いでマクレガーみたいにこうやっちゃうんですけど、自転車もそう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 いう感じじゃないんで、まあちょっとルールだけ守ってれば、まあこういい趣味というか、やっぱ変身願望みたいなみんなあるじゃないですか。はい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 、はい、なんかこうね、お、上がる、自分じゃない色が入ってると、はい、黄色とか、ね、あ、確かに、あのオレンジとかおーっつってすごい上がるんで、そういう感じですかね。デザインってご自身で考えられたり、なんか僕はあのじゃあ旅先とかいつもやってくれる人とかにニュアンスだけ言ってこんな感じでどうみたいな、まあこれこの形そのまんまみたいな入りから入る人多いと思うんですけど、僕はもうやっぱしプロなんで、あっちも、あっちがその時はあそっちなんだとか思ってもゆくゆく、あ、よかったあれにしないでみたいな、黒歴史になるところだったみたいなのがすごい多々あるんで、だからあの行ってお土産代わり入れたり、これはあの時入れたの、そう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 、なんでもうひっちゃかめっちゃか僕あのマラドーナとかも、ね、ナポリ行った時にナポリの英雄マラドーナ入れてもらったり、そういうそういう感じでご当地だったり、そうそうそう、でナポリの人もすごい喜ぶしね、お前マラドーナおお入れてやるよっつって、で俺終わった後マラドーナのテーマソング歌ったらなんでそれ知ってんだっつってもう周り大盛り上がりそういう感じになるんで、うん、いいお土産っすね、
そのアルバムというか、こう入れて消えないんで、それ後悔するじゃんとかなっても、あん時はこれだったんだみたいな、あんまね、こう変なのとかだったら今回メガネのタトゥーとか入れちゃうと、ね、エタリ走っちゃったやつとか、そうそうそう、大変だと思うんですけど、そういうのはないんで、まあいいかな、どっか入れます、ちょっとちょっと将来的だけど、あのいますよ、サラリーマンとかでワイシャツ着たら隠れるけど、脱いだらがっつり、お尻まで背中入ってる人とかいるんで、それやりましょうよ。やりますか、うん、一応まだ脱ぐ仕事です。確かに脱ぐ仕事だからね、どうにもなんないですよね。そうだから、ちょっとあの終わったら相談してください、はい、相談家族のね了承を得てから、そうそう、やってみたいんですけど、めちゃくちゃあの前から興味あったんですけど、はい、実際入れてる人ちょっと怖くて聞けなかった、今日土佐さんに紛れて初対面のボクサーにこんな人、こんなお話を、でタトゥー入れてるやつから対戦要求もいっぱい食らうし、今だなっていう感じがして、ね、なるほどね。でだからキャラ編またもう一個もう一個して、もう一個して、びっしりで、いきなり見た目に走るってスリーね、おこうコミネーターここによく分かんないけど、ここに大きくドミニクルーズ、ね、確かに やりましょうよ、ちょっといつでも相談してください、じっくり考えさせてすいません考えてくる、いやもうなんかあの何の取り留めもないんですけど、ちょっと押しちゃったんで、このありがとう、ね、いやでも本当に本当にすいません、なんか自分のチャンネルに出ていただくのがただただ申し訳なくて、いや全然すいません、今日お時間いただきまして、とんでもないです、あのぜひボクサーのチャンネルも登録していただいて、あの動画もあれ、いろんなプロ選手の方も僕の部屋で喋ってらっしゃいますので、あれ、はい、もうこんな感じでいいですか、あと1時間ぐらい、マジですか、じゃあちょっと場所変えすいません、ありがとうございます、すいません、本当にありがとうございました、よろしくお願いします、お願いします。